我ら名古屋をもてなし武将隊の演舞を執り行う。その前に所注意じゃ。おり去る。はあ。さあ皆の衆、わしからの願いはまず周りを見渡してほしい。小さなお子が埋もれておらんか。陛下一度周りを見渡してほしい。小さなお子がおったらその小さなお子を前に出してあげてほしい。そしてそのお子が家族ごとおったらその家族ごと前に出してあげてほしい。ありやすさんじゃ。そうじゃ、素晴らしい。自己申告でもええぞ。子供じゃなくてもわし小さいで見えん。そういうものも前出てきてしょ。ただこれはダメじゃ。私心だけは子供なんです。ダメじゃぞ。皆様、こちらに連れてよる方いらっしゃいましたらね、では信長様、もう片手構えます。さあ次じゃ次郎三郎。おほ、さあ戸籍年齢子供が前に出たところで今立っておる者たちよ、前から順に座るのじゃ。分かっておる。先ほどそのような案内があったと思うが、改めて座れる者よ。前から順に。そうじゃそうじゃ、座ってくれるかの。お仕事お仕事。さあさあ、この後演舞の大きな音に誘われて皆々がやってまいる。その際に人垣ができてはな、後ろから参った者たちは見えぬじゃ。故にぜひとも協力されたし。そうじゃそうじゃ。引き分けがよいと最近は。さあそして演舞の開始の時には日傘を畳んでくれの。よし、皆の衆大儀である。整いました。さあ我ら名古屋おもてなし武将隊の物の姿、そして生きた証を存分に楽しむのじゃ。参るぞ、いざ出陣。あよってらっしゃい、見てらっしゃい。
隊。さあ、我ら名古屋本社支部所隊の演武でござります。本日出陣したるは織田信長様、豊臣秀吉様、徳川家康様、そして名古屋を代表する三英傑士の皆様方でございます。さようにございます。さあ、今から見ていただく我ら名古屋本社支部所隊の演武でございますが、こちら盾あり舞あり太鼓あり、そしてなんとさらに本日は寸劇もお付けいたしましょう。はい、盛りだくさんじゃの。さようにございます。しかしながらこれだけついたら酸素長い時間。違います、皆様、これだけついてなんと15分でございます。おまことお得でございます。さようにございます。さあ、ですがですが、今からご紹介したのは皆さん見ていただくだけでございます。ですが、今からご紹介いたすのは皆様にもなんと参加していただけるというこちら勝ち時でございます。勝ち時、勝ち時、こちらこう勝ち時とはえいえいおーと、この三度拳を突き上げるものにございます。こちらが後で芝居中にありますので、皆様ぜひ一緒に参加してくださりませ。シャイマン、はい、わしも知っとるぞ、えいえいおーだろ。あ、わし今言ったからな。あ、そうじゃの、わし言ったからな、わし。じゃあ、カズスカ練習お願いしてもいいか。そうじゃの。さあ、それでは皆様共に一度練習してまいりましょうかな。はい。さあ、皆様右の拳を上げてくださいませ。さあ、皆様右手の拳のご準備お願いいたします。ありがとうございます。皆様で共に参りましょう。さあ、それではですな、拙者の勝ち時じゃそれの声に続きましてよろしくお願いいたします、はい、さあ参ります。勝ち時じゃそれ、えいえいわー、えいえいわー、えいえいわー。ありがとうございます。さあ、我ら名古屋元吉部小隊は400年前よりよみがえりし者の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は大変なる、その暮らし楽にある、民は必死にしております。この様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ、故に方々はよみがえる。次郎三郎、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。ある、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日本の国、平成の世の合戦場にございます。であるか。皆の者、出陣じゃ。わー、我慢を重ねること幾数年、最後の最後に全国を制覇した天下人、徳川家康。遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、三つ葉の折り紙を導かん、尾張名古屋海部の僧、徳川家康。はあ、この才覚で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭、豊臣秀吉。ああ、皆の衆、よう来たのー。俺手振ってちょうだい、やつさんじゃ。俺バシャバシャ取ってちょうよ。あれあれ、俺やつさんじゃ。俺ありがとうさんじゃ。俺手振ってちょう。ありがとうさんじゃ。あくがえぇーやっ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 うちらじゃ。おみゃーたち、夢持ちならどえりゃ夢持ってちょうりゃ。このわしを見てちょ、生まれた身分なんて関係ないのに、皆の衆、すごいね、わしとどえりゃ夢見よまい、
戦国一の出世頭、わしが太閤豊臣秀吉じゃ。ああ、増えるな、曲げるな、その思いは尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。苛烈に波動を全うした天下人、織田信長。己の欲じゃ。我が欲をもってこの世を平らげる。わしが第六天王織田信長である。皆の者、名乗りを上げよ。我ら名古屋おもてなし武将隊、今ここに蘇る。ことのなかった天下不武、それがわしの夢じゃ。あれから400年、また夢叶える旅によみがえってやったわ。なさる、その通りにございます。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国は整えたんだよ。どう家康殿。さようにございます。現な縁、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて太平の世とする。俺皆の衆、今の時代はどうじゃ。結構この時代もその精神は続いておる。ですが今もまさに戦国、太平になれど皆様も苦しい戦をよう戦っておると聞いております。芸人、我らの話を聞け。戦国というの我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話。は、長篠の戦いにござります。であるか、皆の者を、しかとその目に焼き付けよ。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河の国長篠城を巡り、織田徳川連合軍38,000、武田軍15,000とが激突する。俗に言う長篠の戦いの敗戦である。長篠の戦い、織田信長の巻。なんじゃ次郎三郎、怖い顔しておるの。なぜ我が軍に退却をご命しなさらぬ。時ではない。しかしこのままでは我が徳川の軍は総崩れとなる。お主の力はそんなものではなかろう。信長殿、立ちそうないのか。勝てると申しておるのじゃ。はなたれ坊主がよう思さ。織田の人質となり、幼少の右より大変お世話になり申した。ですがわしも一軍の大将、むざむざと家臣を死なせるわけには参りません。下がれ。徳川殿。ある。下がらんというか。言いたいことがある。我が軍に負けせられるはなんて気ばかり。左翼天狗はよくされませぬ。こたびは参った。左京の軍、我が中心酒井忠次の策をなぜあっさりと退けなさった。酒井の策こそ我らが勝機。勝機にあらず。信長殿、我が軍は壊滅し弱体化した後、この徳川も乗り込まれるおつもりか。無礼であろう。信長様は徳川殿を助けるためにここに参ったのだ。さよう。なればこそこの戦、信長殿とわしは同格、主従の関係ではなかろう。やるな。我が軍は撤退です。
申し上げます。ただいま武田勝頼が本陣を新銀原の後ろまで移しました。勝ち戦と見て総攻めにかかるようです。のろしを上げよ、境に告げよ、今こそ手柄を立てよと。はっ。今なんて、あの後信長様は堺殿を呼び戻されたのだ。次郎三郎、良い家臣はもったらまことにあっぱれな策じゃ。だが軍議に患者が潜んでおらんとも限らんでな。相変わらずお人が悪い。敵は欺くにはまず味方からじゃ。そちには無難で堺を借りた。今日の一番手柄は徳川じゃ。はあ、武田を滅ぼした後鶴ヶ一国をお前にやる。ありがたき幸せ。勝ち行く存分に働き夢をつかめ、皆の者勝ち抜きじゃ。それえいえいあーえいえいあーえいえいあー。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても、たまに苦しもうではにあった、共に悩もうではないか、共に喜もうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊舞。ということで、ぜひに言いたいことをパシッと言ってた。ナミナムシュ、改めてナミヤおもてなし武将団連部いかがでござったか。いやー、こんなにも拍手をする、わぼっと拍手してちゃうよ。ナミナムシュがおるぞ。あー、素晴らしい。どこならば秀吉だろう。わしは嬉しいことです。ずーっと天下が抜けるこの秋の空のもと、我ら名古屋もてなし武将隊はこの名古屋の街を世界の
第一の観光都市に天下ために立ち上がったぞ。やってね。これが寸劇じゃ寸劇。和徳川家康は革命を受けて心にズドンと受けた主たちの拍手。寝ては夢、もうちょっと長くなるからね。起きては打つて幻か。よろしくね、今わしはまさに、そうそう、神宮祭、あの瓦幕さん夢の気分でござる。いやこれ暑いのに長いわ。どんだけ尺使っとんだお前。いかがでございましたか。さあ休憩の後第2部を始めます。二郎三郎第2部。帰るな帰るな。寝ては夢、起きては打つ幻か。そうこれは夢ではない。一つ試せば分かること、この白き刃。みんな帰っていいぞ。ダメだ、どんな方に向け、わしに向けるな。先端恐怖症でございます。いやそこじゃないわ。上列信長様が今あのもうわしらなんて手の届かぬ位置の暗いじゃからの、わかるか、わしらの顔を見るだけでも恐れ多いんじゃ。見てみ、見とるじゃないか。見てみと言われ申したらそれは見てしまいますぞ。さあ皆の衆、よしてくれた、ありがとうございます。我ら名古屋もてなし武将隊はな、このようにまずは三英傑がドドンと出てきたということで、主らも楽しんでもらったであろう。我らもな、楽しく過ごさせてもらった主たちの栄養という叫び。ああそうじゃな、ありがとうございます。届いたぞ、届いた警告。やめろ、もういい。もういいんだよ、もうちょっと暑いからみたいな。次始まったら多分帰る。今回はこれ初めて我々、いやどんなもんなのっちゅうて、まずは観光でやってまいったよちも手上げてみ。よし、その中で名古屋おもてなし武将で初めて見たよちも手上げてみ。はい、信長様、あーちょっと待ってくだされ信長様、わしこの確定機がもう伸びんのでございます。信長様、それ置いてお前止めろや。切っちゃうよ。そうじゃろ、たわけかお前。子供より確定機が大切らしい。いやいや、そんなことはございません。助けるふりして信長公が落ちて、 そしてその後の天下を狙うと。やらしい男じゃろ。その後の天下をわしとけたわいい。そうだけどもな。さあさあ、どっから来たか聞いてみようか。確かに愛知県よりも東、関東、福信越、東北、はたまた北海道よりやってまいって、うちも手を挙げてみ。ああ、なるほど、元気よく手を挙げたお主たち二人、どっからやってまいった。神奈川県からやってまいった。遠くから寄せてくれたな。はよ、お、隣はどっからやってまいったんじゃ。埼玉、江戸界隈、両方とも江戸界隈。さあ、そしてお主らはどっからやってまいった。どこじゃ、どこじゃ、お、なんじゃ、どこからやってまいった。オーストラリア。それは海外の下りの時に出したかった。今のは聞かなかったことにする。東言って、西聞いて、その後海を渡ってきたものっていうところでやれよ。そうですな、日の本の旅だったら分かるじゃろ。そこら辺の下り、止まってください。そこら辺の下り、今のなかったということで、なかったということで。何、埼玉からやってきた。あ、素晴らしい。江戸界隈から。ちなみに西の方からやってまいったもの。さあさあ、関西、中国地方、九州、四国、ではこっちから行こうかな。ですな。いや、そっちだとかぶってしまう。あ、そしてこっちはホッとした。さあ、西の方から来たよ。ではお主、どこからやってまいった。広島から。広島から、ありがとう。さあ、じゃあもう一人ぐらい、もう一人ぐらい。あ、ちいちゃんワッパ、ほら、ちいちゃんワッパ、ちいちゃんワッパを倒した。どこじゃ、どこじゃ、白い帽子かぶった、ほら。あ、お主はワッパじゃないだろ、もうわし考えろ。大阪。いや、ありがとう、さんじゃ。猿の膝元。そうですな、もとい、その後、次郎三郎が建て替えた。そこは言わんでください。まだ大阪城ということで、まあ、おそらくはこれが日の元の伝道でやってくるということで。はい、おじゃな。もしや、もしや、海を渡ってくる。あれ、あ、まさか。おるかの、異国からやってまいったよっちもの、手を挙げて。今。ああ、上がった。よし、よし。どこから来たんじゃ。メルボルン。メルボルンということはオーストラリア国よ。よう来てくださった。
来たよ、よう地元分かったな、そして下りも分かったな、やっそうですな、もう次来る時には何も引っかかりも滞りもなく、スッと行きましたな、三段打ちポン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 スッと、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 まあ、広本はどうじゃ、そして名古屋はどうじゃというふうに聞いてもらっていいか。 How do you like it here, Japan? And then we actually are the sister city. The city of Sydney is the sister city of Nagoya. That's why we have a very strong connection between each other. Yes, and then we love it there. And then I...How do you like 長くない長くないちょっと待ってください、ちょっと待ってください、まあまあまあ、今あの寝ては夢、起きてはそこはみんなの前子でやってるんですか How do you like it here? Very good! ありがとう、さんじゃ名古屋の街、とても大好きであるよということですなああ、ということでああこの茶番を繰り広げとる間に茶番って言ってしまった瓦版がみんなに伝わったというところだね我々のあの瓦版手にしたものは地図ばかり見れば我々のな情報が網羅されとって、はい、そして我々実は電波線中でなラジオ線を行っておったりとか、はい、レギュラー番組でこの愛知名古屋の魅力を観光地をなこう紹介しとる番組をやっとったりとかな、はい、あとまたまあ情報番組いろいろ出たりとかなそういったことをいろいろやっとるゆえにぜひその情報を知りたいものは我々の日記帳いわゆるブログなるものをこう検索すればスッと出てくるからな名古屋おもてなし武将隊ってのは一番上にポンって出てくるからなはいよそうですなおもてなしってのは東京オリンピックのその次に出てくるからなゆえにぜひとも我々のことを情報をな手に取ってもらいたいということだなさあこの後はせっかくだから記録にも残してもらいたいということで我々がこうご方向に陣形を取るゆえに外からパシャ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 と写真を撮ってもらいたいんじゃななるほど写真撮影会じゃあーということで旅はこっちからすると出口あっちだからすぐ帰るからこっちなるほどなるほど策略というのが大切ですとさあ向かって右側写真我々は写真撮影会では改めいいがないよ写真撮影会開始じゃこっちも抜いてくるで4321はいしまいじゃはい向かって斜め右方向じゃなさあ取れ取れ5 4 3 2 1はい、しまいじゃーはい、真ん中方向逆光に負けるんじゃないぞさあ、つぶやき構えれ5 4 3 2 1はい、しまいじゃーさあ、向かって左側さあ、つぶやき返上させろ返上は得意じゃ5 4 3 2 1はい、しまいじゃーさあ、向かってさあ、お主、シートばかり座るか座れ、そうじゃ前のやつが何だったか邪魔なんですさあ、帰るぞ5 4 3 2 1はい、しまいじゃーはい、ありがとうさあ、この後は我々が時間を区分けして一時よりわし織田信長そして徳川家康陣合隊は和之助が我々出陣いたして皆々とおもてなしわしと写真撮りたいものはわしの横で二人きりで写真が撮れるという写真撮影会を執り行うな、そして2時からは猿とそして正右衛門が出演してそして再び三時よりわし織田信長そして徳川家康そして陣合隊の和之助が出陣いたすということでですが名古屋城はなこの度、本丸御殿の見学がこの銀色週間シルバーウィーク週間なのみで、その後はもう全て閉鎖されてしまうということでぜひ残された時間ゆるいと楽しみがよいこの度は皆の衆ありがとうございましたまた会おうさらばじゃThank you.
暑いのでね、ゆっくり立っていただいて、そして足元にお忘れ物がないようにお願いいたします。急に立つとね、立ちくらみしてしまいますからね、ゆっくり立ってくださりませな。